それに対してその魚辺に占うという字を当てたわけやな、ええということは和製漢字小筒チャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。取り上げてほしいテーマがありましたらコメント欄にお書きくださいませ。なるべく対応しようと思うのでよろしくお願いします。まあ先日祇園祭りの話をしたと思うんですが、それで驚いたのは意外と後の祭りの鉾もかっこいいってことですね。特に船鉾、ええ、後の祭りはほとんど山ばっかりやけども、船鉾っていうのが最後一番後に動くんやけども、そう今なんか大船鉾ってあれと別のができたんかな、 それとも前の船鉾が大船鉾になったんかな、まあ、普通の僕見た船鉾も結構でかいやつだと思うんですが、2つあった、最近見た、いや2つ1つ見てないですね、1つ、うん、なんか僕はさか最近見に行ってないから、ええ、だけどなんか大船鉾が完成したとかそういう話を聞いたことがあるから、また後で調べておきましょう、うん、ちょっと見といてほしいねんけども、うん、来年見に行きます、うん、ほんで船鉾っていうのは、ええ、三冠征伐といって中愛天皇のお妃やった神宮皇后っていうのが、ああ神宮皇后、うん、これは本当にいた人か伝説上の人か、大体中愛天皇自体が怪しいというか、ええ、ちょうど和の御王って言ってた中愛天皇の子供が王神天皇やからね、だからあの辺王神天皇ならほんまにいてたんやろうけど、その親が中愛天皇やな、ほうほうほう、だからその辺は日本の歴史としてはどこまでがほんまかなんか分かりにくいようなとこが あるんやけども、日本やったら500年か600年ぐらい前ですよね、うん、分かるのは、うん、でその王神天皇が三冠征伐に行ったんやけど、まあその自分にちょうど新羅やらを日本が見まなとか、見まなってありますね、うん、あんなを日本のね出張所みたいな感じでしたっけ、うん、やってたりとか、あって実際にその朝鮮との交流っていうかがあったということは確かに間違いなくあったでしょう、うん、ほんで三冠征伐で勝利して帰ってきたっていう伝説になってるわけな、うん、そうですね、でそれが本当の程度真実を含んでるんかはよくわからないけれど、でそれの結局乗ってた船っていうことで船鉾があるわけや、ほうほうほう、ほんでそれ以外に先の祭りって従来の祭りの中にも裏で山いうて、山があって、これは神宮皇后が釣り竿を持ってお魚釣ってる人形が乗ってんねん、それが担いで今は車で引っ張るけども、昔は担いでたんやけども、で何か釣れたんですか、山ね、ほんでその時に釣った魚が鮎なんや、鮎なんですか、うん、ほんでこれは三冠征伐に行く前にそれが成功するかどうか勝利できるかどうかっていうのを占うために、これでパッと釣り針入れてすぐなんか魚が釣れたら、勝利やというふうな、いや、さか信長が桶狭間行く時でも熱田神宮ですか、熱田神宮でいろいろやるのと一緒で士気を高めるためにねそういうことやるんやけども、うん、それで釣れた魚が鮎や、海でほんでこれがね、うん、海なんかその船自体もね、向こうへ出撃する時にね、いっぱい魚が集まってきて、その魚の上に船が乗ってね、それでずっとスムースに進んだとかいう話もあるんやな、嘘みたいな話ですね、日本出荷なんか出てくるんやけどね、うん、ほんでそやけども鮎やから川の魚やろ、そやけど鮎も海から遡上してくるのかな、そうなんですか、いっぺん海下って、で子供産んでその稚魚が川を登るでしょ、鮎は、だから空海で取れても不思議ないんかもしれんけどな、でその鮎っていう魚はな、どんな字書くか知ってる、いや知らないですね、魚辺に占うって書く、あそういやそんな感じでしたね、うん、ほんでそやから そこで釣れた魚やから、その鮎っていう名前は元からの日本の名前やると思うけども、うん、それに対してその魚辺に占うという字を当てたわけやな、ええということは和製漢字ですか、うん、和製漢字、ところが中国にはその全く魚辺に占うという魚がおるわけや、ああこれナマズのことらしいわ、だから中国の、字と日本の字と同じ字ではな、ありながら意味が違うわけ、ね、ただねナマズも地震を予知したりするっていうのがあるから、うん、それに近い存在かもしれない、ああ占いの意味があるんかな、あるかもしれないですね、ああそれからそういうことで、鮎っていうのも そういう話で知られてるんやな、ほうほうほう、うん、だから祇園祭一つとっても面白い話があるでしょ、なかなか鮎の話って面白いもんですけど、うん、僕はなんか滋賀県に住んでたことがあってですね、鮎といえばちっちゃい鮎のイメージなんですけど、他のとこ見てると大きい鮎がいますよね、うん、あれはね原因があってね、滋賀県で孵化するとね、あそこの
その稚魚がいっぱいでしょ、そしたら滋賀県の琵琶湖の中の餌がね、全部の魚に行き渡るぐらいないね。あ、そうなんですか。だから食料不足でね、大きなれへんね。つまり栄養失調やんか、琵琶湖に。ほんでその稚魚はいっぱいおるからね、それをすくうてね、ほんで各川へ持ってきて放流するわけや、ほうほう。そうするとその川ではぐんぐん大きくなるわけ。だからそれの日本中の鮎の産地の稚魚をね、放流する元は琵琶湖の稚魚ね。なるほど。小さいやつね。つまりですね、僕らがその天ぷらにして食べてたちっちゃい鮎っていうのはあれ成魚なんですか。そうもうてっきり稚魚やと思ってるんですか。稚魚やけども、結局そのまだそのあそこにおっても永遠に大きくなれないわけ。なるほど。だから成魚もおるやろし稚魚もおるやろ。あ、そうなんだ。ほんでそれをそのちゃんとした川へ放したら、自由にその食べまくってるから、すごい大きくなるわけな。その点考えてもミステリアスですね。そうだからね、南禅寺なんか疎水の水が流れてくるんやけどね、南禅寺のとこ行くとね、その鮎のちっちゃいのがね、一緒に流れてくる、水と一緒に。であそこでこんなちっちゃい釣り、普通のね、竹の畑ぐらいのあれに紐つけてやったらなんぼでも釣れるよね。そうですね。あと網でもすくえますね。それから一人でもうバケツいっぱい取ってくるっていう人がたくさんおって、あの辺の老人はね、で僕らもよくそういうの取ってきたら洗面器にいっぱいぐらいもらって、家で天ぷらにしてね、食べたね。美味しいね。美味しいですね、天ぷらね。まさかね、その天ぷらしたやつが稚魚と成魚が同じやつ可能性があるってのが驚きです。ついでにこんな小話っていうか、よく子供の時にね、うちの親類のおじいさんがね、うちのいとこなんかに英語教えたりする合間にね、冗談で言うたね、Are you a boy とか言うやろ、言いますね、あなたね、ほんで Are you a fish って言うわけ、ほんでって言う、No, I am a boy って言うて、いとこやら答えてたんやけども、Are you a fish、 Are you a 魚って言うて、まずね、幾度もね、日本人らしいネタですよ、それは。そんな話をね、よくそれ小学校の時に似たようなことしましたわ。まあついでやから、そんな話を。で最後の落ちた、最近のその時に落ちた人は、ああいうはフィッシュって言ったら、ノーって言ったら、ああいうは歌詞って言われました。浜崎が見えてこいです。そういう感じです。まあ同じ鮎でもね、こういうミステリアスで占いに使われる生き物、そして大きさもそういう場所によって変わってしまう、なかなか面白い生き物ですね、鮎って。皆さん鮎の天ぷら好きですか、それとも鮎は焼いた方が美味しいですか、興味ある方はコメント欄にお書きくださいませ。美味しい料理を食べましょう。また会いましょう。バイバイ。